作るコード3にならこれとで1とかここら辺はなんか適当にいいのかな、なんでもいい、なんでもいい系かな。幼きけどやっぱこの銅マークとかさあ、クエストの内容がいろいろ変わる、クエストの内容が変わるぞ。討伐とかない、討伐競争、これなんて読むんだったっけ、これ相当総回収収集追跡火山これにしようかな。溶岩の幼き溶岩のプルプル溶岩にしよう、プルプル溶岩にしよう。レベルの設定レベル99、レベル100、高えな、レベル100、お金ない、お金ない。レベルじゃあ40とかに、さっきも40だったし40にしよう。プルプル溶岩、わだつみの指輪だ。あー回復しなきゃな、全回復するか。お金ないし、お金ないぞ。40だってもう一個作らなきゃいけないから、しよう。はい、挑戦。大量発生したベビータイガーをできるだけ早く14体。あー結構めんどくせえやつじゃんこれ結構めんどくせえやつにしちゃったな。普通にあれにしちゃよかったね、さっきのポイント巡り、ポイント巡りにすりゃよかった。ベビータイガー、ベビータイガー、ベビータイガーどこにいんの。当たっちゃった、殺せ。乱心の構え、またアンカー撃とうとしてるな。アンカー大好きだね、キラーマジンが。まあ強いからいいけどね600の掛け算やサブロック1800、ワンターン1800。もしこれになんかバイキルトとか乗ってみーな、これやばいことなるで、ほんとこれやばいぞ。いなくない？ワニバーン、ワニバーンがいっぱい。なんかさ、なんか敵がさ、敵のさ、速さがちょっと速い気がするんだけど、気のせいかな？えらい速い気がする。うわあ、です、今までと違うぞこいつら、本気出してきた。でまたこの暴走期間がいいよね。うん、200ぐらいはもう全然余裕余裕、くれてやるわその200は。窓の息期間、相方何にしようかな、悩むな。まあね、基本的にやっぱみんながね、みんなが使う魔物というやね、魔王系、魔王シリーズよ、言うたらゾーマとか、もうそんなもう中ポケだから、そんなのゾーマとか、何デスタムーアとかデビルゾアとか、デビルゾアは違うか、あのほらバラモスとか武藤とかは、あ、中ポケ中ポケ、そんなの伝説中だよそれは。言うたらね、ポケモンで言うたら、言うところのただのそれは伝説中やから、エテは使わないから、もう、うん、そんな魔王なんか使わずとも、あの最強のパーティー作り出しちゃうから、うん、全国1位になっちゃうから。いた、ドラキー、お前か、どっちだ、ドラキー、死ねえ、とっとと死ねえ。あ、ちょっと回復してない、回復して、命大事にしとこう。メタキンちょうど、エテキン TV 命大事にしよう。
お前技、どうせ技ないんだから消えちゃったし、もうベビータイガー、ベビータイガー消えたんだけれども、ドラキーのせいで。いや、次のやつ探しに行こう。あ、もうちょっと、もうちょっと、よし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 。そう、ドラクエのね、ジョーカーのいいところはね、やっぱその弱い魔物でも強くなるっていうところ。うん、ランク F ランでも S ランになっちゃうところいいよね。うん、ま、特性次第になっちゃうけどねはい、2体これ戻ったらいるんじゃない？いたいたいた、ここ絶好の狩り場じゃん。ここで14匹狩ろう。14匹お、4匹うめえうめえ。会心、会心完全ガードとかもあったよね。そういや、会心完全ガードとか覚えさすか。白霧にしたら大義使えなくなっちゃうもんね。そうなるとこっちもこっちでなかなかお互いにの首を絞める形になるわけで、なかなか難しいな。もうドラキ早えて、こいつ早えて、もうマネマネで。今流行りの戦術って何なのかな。今流行りの戦術、やっぱその作品ごとにさあるじゃん、戦術が。疾風好き捨て身ラウンドゼロみたいな。あー、もうこいつらマジで早い。いた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 。うん、なんだろう、そういう流行りのやつは対策しとかないんだね。うわ、会心攻撃かな、魔人斬り。強いわ、本当に。引くわ、もう引くわ、さすがに。あと4体こっちにいるかな。ピッキー、あー、よし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 、ナイスフィールディング、ナイスフィールディング。ハグメタじゃないと逃げきれんな、俺。あ、いた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 。あー、ちょっと、うわー、え耐えたー耐えたー。あと4匹だったよね。うん、耐えたわー、これ死んだわ、これ。ラッキーラッキー。よし、オッケーオッケー、ちょうど。うん、5分。A じゃもらえないかな。あ、もらえた。ぬるい。わたつみ指輪、ありがとうございます。43。はい、いや、分かっとるな。だからさっきから地下1階と地下1階大好きか。これなんだろう、チェックポイントを巡る系のやつは何を選べばチェックポイントを選ぶ系になるかな。これ簡単だった。またチェックポイント系がやりたいぞ。追跡かな、収集かな。いや、追跡、競争っぽいな、コアの。
ブンドルコアのブンドル暴食なの。あ、これブンドルとか暴食とかあれじゃん、王たちじゃん。燃える、燃えるコアのにしよう。レベル40。はい、回復まだ40じゃなくてもいいのかな。1でいいんだったら1にするんだけど、うん、行こう。よし、あ、いいね、いいね、これこれこれがやりたかった。では行くぞ。滑る、これこれ滑るって、これ床が、これ氷のマップだから、このあの何、揺れ滑るんやけど、これも飽きた飽きた、もういいいいもういい、もうそんなすごいすごい。ただこいつさ、地面に着地するからさ、キメラと違ってやっぱこれちょっと滑っちゃうんだよな。変えよう、ずっと浮遊してるやつがいい。いたっけな浮遊してるやつ。あ、これでもいいな、これか。やっぱガーゴイルやろ。ガーゴイル乗り心地いいんよな。ガーゴイルの乗り心地はやばい。グレートドラゴンとかどう。レティスは乗れんしな。マグメタちょっと変えるな。こいつやっぱ速いよね。おせえな。グレートドラゴンかっこいいけど。そういえば今作はさ、わあ、お前クソ釣られた、釣られたクマ。グレートドラゴンってなんか見ないよね。エテはこれ多分イルルカから連れてきてるから、あのいるんだけども、なんかまだ見てないね、野生で。結構レアなんじゃない、グレートドラゴンって。配合でも出てこなかったよね。上だ、これ届く、届いた、こっちか、下か、ん、あ、こっちか。あ、そうそう、んでさ、その何、あの配合してたんだけれども、配合していて、そのイルルカの方から連れてきた魔物がね、何匹かね、その不正なモンスターです。これを配合にすると、配合したモンスターも不正なモンスターになってしまいますっていう風にね、出るんだけど、何あれ、えて、なんかやっちゃったのかな、割れかな、これ割れ特有のやつかな。それでね、3匹ぐらい、3匹だったかな、あの配合使えないんよね。ね、ちょっと待って、せっかくいいスキルあんのにさ、不正になるとか言われたら使えないじゃん。このこれワンダーエッグのやつ、これの残ってるの、そうそう、この3つ、メタルカイザーと、メタルカイザーと、あとこのデスソシストね、これがね、なんか不正なモンスターですって出るんよね。なんでやろう、チートか？なんかあかんやつあんのかな？ちょっとそこらへんなんか詳しい人いたら教えてください。場合によっては逃がさなきゃ、危ないじゃん、やっぱりそういう、やっぱ流行りっていうかさ、昔からジョーカー、昔プロフェッショナルの時だっけな、そのまだ配信されてないモンスターをその対戦とかで使ってる人いたもんだって。その神様とか、うん、普通に使ってた人おったもん。めっちゃ捕まえたもん、言ってもそれ。あ、神様使ってる、あ、すれ違いで神様の人とすれ違ったとか、つかもめっちゃ捕まえたもん、言ってもそれ。はい、いや、いいです。うん、じゃあ行くか。
ちょ、一回さ、宿ろう。だから、絵手の読みでは、なんか、その、すれ違いとかで、その、不正なやつを、どっかで混ぜてしまったがゆえに、こっちに連れてきて、それに引っかかってんじゃないかなっていう予想。絵手の予想ね。ポイントゼロ。そんなんでデータ消えるとか嫌だもんね。じゃあ早速いきますか。今43分。7分で倒せるかな。違う、17分か。それじゃあ封印を解くとしましょうか。封印が解けたら、そこの時空の裂け目から、ウボシ神のところに行くことができるわ。でもくれぐれも油断はしないことなんて、あんたにはいらない説教か。お腹がいいね、お腹触りたい。お腹。ハイテク。帽子取ってくれへんかな。時空の裂け目の封印を解いたわ。これで陸の神ヤチホコと戦えるわよ。あんたの勝利を祈ってるわ。頑張んなさいよ。えて任せんか。ワイのマジンガーを舐めるなよ。ワイのマジンガーを言っていいのか。ほ、長い。ついた。宝箱ありそう。あー、これなんだ、なんだ、ラナ出た。ラナルーター、ラナルーター。遅くない？ラナルーター手に入れんの遅くない？今頃って感じだよね。もう遅えそんなん。もう昼と夜帰るのとか別に宿でいつでもできるし、遅えし。うん、はい、ラナルーターステルスはあんのかな今回。また割れてんね。世界中の雫突入。あー、吸い込まれる。あー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 。はい、もう早速だ、もう早速だ。あー、吸い込まれる。あーあー、しつこい。もうやらなくていい。もうその時空の裂け目に吸い込まれるやつやらなくていい。もうやらなくていい。しつこい。やらなくていい。もうそういうのいいから、もうとっと戦いやらなくていい。もうそういうのいらない。やらなくていい。でかい。欲しい、これ。普通のキングリザードより、なんか、輝きがある。要は、ヤチホコ。大地の力を宿す偉大なる神なり。人の子よ、世の命の輝きたる星のかけらを求めてここに来たのか。ならば、世に力を見せよう。力なき者、星のかけらを得る資格なし。よかろう。おお、4枠ね、うん、さあ遊んでやろうか。どうするかな。ここはまだちょっと一
回メタキンを下げるわ。メタキンね、回復しかないんよね、正直。スキルがない。なんで、作戦でサポートにして、サポート、単体、まあ、バイキルトとかの方がいいよね、正直。バイキをガンガンこっちにかけていければ、サポーターとして優秀。まあ、そういうキャラをね、今後作って、組んでいこう。パイルハンマー。パイハンはあんま強くないんよな、正直。岩石落とし。死滅の刻。凍てつく波紋。攻撃力減少。岩石してきたね。効かんよな、効かん、さすがに効かんよな。まあ、バイシオン打っていこう。で、暴走期間でダメージ食らうけども、その自動 HP 回復で、それでペイできると。いやー、非常に仕上がってるね、ほんと。非常にいい仕上がりだ、この魔人側。あー、記録吸収攻撃動くな、こいつ。まあ、A は低いね。A は低いわ。 HC だな、こいつも。アンカー強いな、もう。アンカー強すぎな。ガンガンバイシオンでいいよね。前はもうひたすらバイシオンしといてくれ、バイシオン。守備がさ、パイルハンマーは今けど結構いったな、いいダメージ入ったな。なんでだろう。うーわ、遊び、え、うーん、うそん、うそん、魔法カウンター、700、いいね。なんでそんなに食らったんだ。パイルハンマーは使用した回数に応じて、ああ、だから何回も敵の味方、何回も使っていけばいいってこと。そういうことか。命令、リザをかけるか。リザを、あー、けど破門されるか。破門される可能性があるよな。じゃあもうベホイマ打っちゃうか。それでいい。破門されるもんね。攻撃 A は大丈夫、低い。そうか、これで魔法打たれたら貫通すんのか。そう、コメントでね、あのテンションが上がってたら魔法が貫通するみたいなのを教えていただきましょう。岩石落とし600、痛いな、痛い痛い。ベホイマ、いやけどこれさすがに MP すぐなくなるな。すぐ180はやばいな。すぐなくなるわこれ。こっちにしよう。で、道具、テンションを、バリンを使ってテンション戻す。HP 回復、リベホイミ、これが結構厄介か。あー、波紋打たれるよな。リベホ意味なくなっちゃったな。いいね、いいね。よしよしよし。攻撃は全然問題ない。それはありがたい、逆に。ワンチャンカウンターもあるしね。じゃあ、守りの切りで、しのぐか。バイキルミン、あ、バイキルミン補充しとけばよかった。いけ、あー、回復大丈夫かな。
攻撃。カウンターいけ。気力吸収攻撃はやばい。気力吸収攻撃地味に嫌だね。600。やばし、やばし。これはもうリベホーじゃなくてベホイン魔を使うしかないよな。賢者の聖水与えとこう。与えてパイルハンマー。もうちょっと待って、キラーマジンがもうこいつ最強だと思ってたのにこんなにさ食らわしてくんの。この敵相当強いじゃんそれって。このキラーマジンがだってイルルカからを連れてきたやつのスキルを覚えさせてるぐらいなのに、めちゃんこ強いなこいつ。じゃあマジでマジで小学生マジで涙目不可避じゃねえかこれ。スキル何それっていうさ、小学生マジでもうクリアできんよこんな。やばい、回復が追いついてない。追いつかないこの回復。どうしよう賢者。この国をさ、オッケー。その国をどう対策するかってのも問題。お互いがそのお互いに影響が出るから、その対策する必要がないのかなと思っちゃうけど、やっぱ何かしらの対策はできるんじゃないかな。その国系ね、国。見事なり。強かった、普通に強いねこいつ。キラーマジンガーマジちゃんと育ててなかった、やばかったなこれ。腐った死体4体で来てたらマジシュンコロだったわ、シュンコロ。陸のスターピース、はい。エテはエテはね、こういうとこね抜け目ない。エテはもう気づいたよ。この下に財宝がある。イルカチョーティン頼む。絶対ここにね、見せに行こう、うん、強かったな、普通に強かったな。戻りたい。イルカ上地2回しかジャンプできない。危ねえ、危ねえ、落ちる落ちる。帰れる。ルーラで帰った方が早いんじゃねえ説あるなこれ。ああけど、ああなるほどね、上こうなってんだ。んでこっからこう行くとすると、ここに宝箱があることに気づけると。天使天長の相馬、はい。驚いた、正直無理かもって思ってたし、私の見込んだことは子だとはいえやるものね。あんた完全にアンセスを超えたかもよ。ともかくスターピースが手に入ったからには、ここから先は私の仕事だわ。すぐにあんたが持ってきたスターピースを未完成のスターシードに組み込むわね。うん、懐かしい、スターシードを触っていると故郷の星でのこと思い出すわね。最初のスターシードを作った頃、私はまだ先生の助手になったばかりでね、右も左も分からなくてさ、ドジばっかりやって、ルキア先生によく怒られたものよ。アンセスたちが命がけで手に入れたものを無駄にするつもりかいってね。
え、けどアロマ別人なのかな、なんか話聞いてたら違うな。ガルマット使ってたアロマね。でも楽しかった。星を作る、研究なんて、移民計画がなければやらなかったろうし。ガルマッツ作ってた、使ってたよね。こいつ黒幕か、この野郎。伏線がつながろうとしている。これでよしと。陸のスターピースの組み込みが終わったわ。うん、残るスターピースはあと2つ。あんたになら集められるわ、必ずね。だからちゃっちゃと集めてきなさい。あんまり女の子を待たせるもんじゃないわよ。はい、終わりました。何が女の子じゃん、お前ババアじゃねえか、お前ルキアだろお前は。やばい、混乱してきた。こいつはなんだ、こいつアロマは何なんだ、お前は女子だろ、ババアじゃないな、お前は女子だもんな。うん、でこの主人公はだから子供だし、小学生だしな、ね。アンセスは死んでるし、難しいな、いろいろとなんかごちゃついてきた。じゃあ一回区切るか。うん、ごちゃついてきたし、一回区切って次このまま流れ、この流れで、あと2つ、倒しちゃいましょう。うん、はい、では、一回区切ります。ご視聴ありがとうございました。